追加用 DLC 入ってんだね、これね。ドラえもんの世界観の追加のプラス予報。はい。ホームランなら、おばあちゃんに喋ったら。バス等写真を飾る。よし、行こう。ばあちゃん、あれどこりゃ。おはよう。バス島へのチケットを手に入れたわよ。そろそろ、バケーション出かけてもいい頃よね。スタンハムに行きバスに乗るのよ。それから看板通りに進めば、バイキングエクスプレスにたどり着くわ。それに乗れば、あっという間にここに到着するはず。あ、はいはい。写真。私が残しておいたチケットを持参するのを忘れないように。バイキングエクスプレスのチケット。はーい。着いたら、その先にあるテントの中に私はいるわ。また会いましょう。おばあちゃんより。おばあちゃんなんで先に行くのよ。なんでよ。こんにちは。いやいや。スタンプを全部集めたのかい。すごいじゃないか。しっかりしてくれよ。さあ、バスに乗るんだ。目的地はどこ？ん？またね。は？ここかな？スターハムか？いた！ああ！チケット持ってる！よし、バス。バス島に行きたい？よし、乗った。おはぎゅーん着いた。着いたよ。バス島だよ。バイキングエクスプレスにお乗りいただきありがとうございます。やあやあ、バス島にようこそ。寒い地域にある暖かい場所。ほうほう。君は旅をずっとフォローしてるよ。それにしてもすごい冒険だね。ただ一つ聞きたいことが。次の冒険に、繰り出す準備はできてる？はい。最高だね。ほらよ。おー、ありがとう。水風船アタッチメント。あれが水風船アタッチメント。小さな水風船を発射できるんだ。まさにぴったりだよね。どんなことよりもぴったりだ。わかってるって。水風船のあそこにターゲットを当てるんだ。カメラを開いてクラクションを交換しよう。なるほど。ないでしょ。さあ、使い方が分かったんだから、もっと面白いことをしよう。11個の特別な風船を島のあちこちに隠したよ。君はそれぞれを全部破壊することができるかな？新しい狩りをバス島での滞在を楽しんでね。あとそれと、今回はバスに乗る代わりに、バス島の皆さんで、でっかいキャンプファイヤーを、キャンプファイヤーの周りで集まろう。スタンプが最大10枚になったらここに来てね。へいへい。10枚とな。いや、ジェットスキーを買いたいのかな？やめておくよ。どういうこと？ジェットスキーは人生そのものだよ、ブラザー。そうだろう？間違いない。僕のブラザーはすんごい技を持っている最高に刺激的なスタンドだよ。それをカメラに収めることができたらな。ミスターその際、その位置ね、オッケー。こ
ほらよ。え？ほらよ。いやあ、僕のブラザーは完璧なる多角型。ヘイブラザー、今日もやばいね。わかってるって。ありがとうよ。ふうふう、これはポスターにぴったりだな。今すぐ何枚かプリントするよ。飾られるんだな。ああ、足がすごく痛い。美味しくて、冷たいアイスクリームがあれば、ちっちゃくて、可愛らしい猿にぴったりなものが、それがあれば、足は治る。いたた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 。そんなバカな。これなんや。北欧の花はなぜか育たない。11本。あ、ここかな？ばあちゃん。いたいた。ご到着ね。何してんの、おばあちゃん。私の目を見逃すんじゃないかってちょっと心配したの。バストの残りの水域に行くにはまだまだ水位が高すぎるわね。夜になって水位が下がるのを待つしかないわ。生き物の中にも夜の活動を好むのものもいるのよ。そして住人の多くは昼間の外出が好きなの。バストを全てを見たいならここにいる間に一眠りしておいた方がいいわよ。ははは、さ、一眠りするのよ。新品よ。こういうことか。一眠りしたりとかもしないけんねんな。ちゃうな。あ、寝なあかんねえな、じゃあこれ、強制的に。ねえ、よく眠れた？まだ疲れてるの？ははは。いたたね。ちょっと探検してみれば目が覚めるわよ。お、なんかある。発見、サンハット。例えば、冬服のままだな。着替えるか。よし。入るなぁ。何が間違っているんだろうか。写真になってるわ。お、よく入ってんじゃん。いろんなとこでうたた寝して、昼と夜を行き来しろってことか。絵とは情熱なり。でも今は私は壁にむしり当たっている。でも、今でも絵を描くことはできる。でも楽しさがなくなった。私の描く絵には以前のようなワクワクが足りない。もう少し視野を広げなければ、もっと
有機的なものが輝いてる症状画が欲しい。輝いている、そう、症状画が欲しい。輝いている、なんと美しい絵。でも私の肖像画さん、美を溢れる誰かを描いた絵を。美を描いた誰か、美を描いた誰か、美的センスのあるやつ。こいつは、あ、完璧ね。あ、いけた。こういうのがいいな。そしてこれも。そして、あ、ほら。また創作ができた。ありがとう。いいえ。こんなとこにもあるじゃん。そんな王族たちが居眠りしている。お城はお昼間空いている。イエスです。居眠りしている。なるほど。コウモリだ。このバツ。アメンボだな。わからんね。私はどんなフルーツからでもアイスクリームを作ることができるんだ。コーンの残りは4つ。でもフルーツを切らしてしまった。砂を使ってみたいけど ひどい味だった。フルーツを持ってきてくれたら無料でアイスクリームをプレゼントするよ。ほら、あのところに。キウイだ。そうか、それでここにバナナがあるのか。バナキン、違うの。誰もいないんだね。ははは、別に何もしてないよ。絶対に止めるから、アイスクリームのために。ははは、はは、何もしてないよ。こんばんは。大会を開いているのよ。最高の砂の城を決める大会なの。あなたが戦士になってもらう。いいよ。素晴らしいわ。
上位の3つの砂の城を私の後ろにフレームに収めてね、準備ができたら教えてね。邪魔だけどな、こいつ。よいしょ。もうちょっとかな。オッケー。オッケー。闇の中でもそれは見える。豆のような形をした空飛ぶネズミ。3匹起こせば私は目覚める。そしてアイスクリームは食べられるだろう。光る虫。なんかいる。動かないで。よし、なぜかもし。みんな、やあ、秘密を教えてあげよう。うん？うん？準備はバッチリ。ビトリングについて聞いたいことは、あれはすごく特別な生物なんだ。一見普通に生き物に見えるけど、そうじゃない。彼らはみんな、ローファイ、かつ、ゴツゴツしている。そして奇妙なメロディーを発生するんだ。あれの写真を全部欲しいんだ。君はあれを見つけることができるかな？何それ、ビトリングコレクター。ビトリングって何すか。わかる。ここからか。これ。え？怖っ。ね、ようわからんやつがおる。ねえ。んだこりゃ。あ、ちょ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 、下になんかある。絶対届かんや。恐竜のかけらみたいなやつ探してこいって、たぶん。あと、3つかな？なんかいる。
ちょっと、こんなものはきっと見たことがないはず。私が一人で組み立てたんだよ。名前もつけたいんだ。アーサーだよ。バストーには奇妙なものが山ほど隠されている。もちろんそうだよね。奇妙隠されている、隠されているものが好きだよね。ツルハシ。ああ、なるほど。アーサーに失われた欠片を見つけられたら、その写真を私に見せて。さっきの罰はそれか。なるほどな。はあなた写真家なの。バストにいる虫を全部見たいんだ。残り一匹なんだよ。それで夜に現れる。でも僕は夜に外出ちゃダメなんだ。僕のために写真を撮ってきてくれないかな。お尻が光る虫を探していて。母、お尻が。おお。あ、ホタルか。光る虫じゃなくてね。それじゃないな。そっか。ホタルがいるんだね。なんかいる。なんかいるじゃん。みんな今夜の映画が楽しみなんだ。オーマイガー、待ちきれないよ。イエース。夜のシネマ。どうなってるの？映画が見れないよ。あはー、明るすぎる。何が？明るすぎる。いや、怖い話をしているんだ。私は、ん？私の、次は私の番なんだ。私は、話はものすごく怖いよ。物語のクライマックスが必要なんだけど、恐ろしい大木があれば完璧なんだけどね。恐ろしい木の写真を撮ってきてくれるかい？なんか出てきた。ああ、土を掘っていたんだ。土の中に眠ってしまった。素敵な帽子を見つけたんだ。でも頭が熱くて、アイスクリームで冷やしなきゃ頭がすごく熱い。誰かいるの？ハロー。君のための歌を演奏してあげたいんだけど、何も見えないんだ。カイソが私の目を塞いでいるの。髪の毛が私の髪の毛に絡まっている。あれことを試したけど助けてくれないか？スプラッシュしてくれればいい。私はただ、あ、なるほど、演奏したいだけなんだ。そういうことね。よいしょ。取れた？これは、見えるぞ。あ、ありがとう。ようやくこれで歌を演奏できる。月がすごく綺麗。私の髪はすごく綺麗。ラララ。ロイルモグラ。よいしょ。これね。朝の足な。素晴らしい。素晴らしい。なんだ君。
よし。オーナーもないか。わあ、信じられない。何が？ずっとずっと待っていたのに忘れてしまった。私のスーパーデラックスサンドイッチを。はっはっは、オークウェルに勝てる場所はない。でもここはいい勝負。大木？ん？低木は大好き。それに果実が実った木など見たことがない。オークウェルの木は果実が実らない。太陽はとても大きい。そして暑い。邪魔だな、君ら。多分届かんな。物理的に届かんな。行こか。すごくすごく暖かい。水お願いだ。ああ、水をどうぞ。最高の気分でありがとう。どこ行くの？お願いだ、水を。この辺なかったっけ？給水所、あったあったあった。はい。いいえ。ね、いえ。まあまあまあ、いいか。まだいたわ。もう行っていいよ。君の家か。ようやくだ。我が家は最高だね。君の家か。よし。本当に喉が渇いていたんだ。でも家に帰ってポンポンの準備はバッチリ。水分しっかりね。そうだね、水分補給はしっかり。
ついでだからあの人に喋りかけるか。ああ、そう、これこれ、どうぞ。夜トカゲ。どこ行ってない？ここは？ここも大丈夫か？わからんな。アイス欲しいんだよね、あの子もね。あった。あれ違う。サンタル。空飛ぶネズミってなんだ。それで彼らを見つけたかな。彼らってなんだっけ。じゃない。お、なんかいる。何してんの。あ、これか。よく見つけたね。まだあるかな。違う、ないわ。
リーム屋さん。虫はお尻が光ってる、すごくかっこいい。わわー、いいアイディアがあるんだ。そして一上がり、アイスクリーム楽しんでくれ。それとおかげで私の調子も戻ってきたよ、ありがとう。そろそろバケーションタイムかな。どうぞ。本当に？あれはちょっと、おやつ、お腹いっぱいだ。よし、お願いだから修正して。またあったね。満足している。あら、え、勝者の名前がずれてる、どういうこと？勝者の名前って何だ？どういうことだってばよ。どういうことか、これ。やっとこのお花の意味が分かったわ。なんだここは。いや、前君は私のゲームに参加するだけの実力はあるかな。いろいろな方法で君の技を試してみよう。クラクションを鳴らして勝利をつかもう。水をスプラッシュしよう。そしておかしな顔を見て楽しいゲームを好きなだけプレイしよう。一つ勝つたびにチケットを1枚プレゼント。素晴らしい、チケットは素晴らしい商品と交換できるよ。ゲーム一つをクリアしたら私のところに来てくれ。スタンプをあげるよ。チケット外さないようにじっくり狙ってね。グッドラン。思ってた以上に当たらん。
よし、当たった。マイナスになるのか。おめでとう。チケットどうぞ。じじじじ。チケットできるよ。いつでも戻ってきてね。はい。さあ、前へ前へ。君は私のゲームに参加するだけの実力がある。お見事。素晴らしい。信じられない。本当にすごい。これをどうぞ。君にふさわしい報酬だよ。チケット、はい。レイ。そしてポッポブチケット、むずむず、あとは何があるかな。Thank you. そういうこと？コウモリさんどこいたっけな、覚えてねえな。なんだっけ？あ、帽子か。アイスクリームどうぞ。冷たいものだ。イエーイ。ああ、なんて素晴らしい帽子なんだ。これは感謝の印。おっと。ではまた次回、良い一日を。明るすぎるからだ。
一応10枚達成したな。行ってみるか。何ら問題はないはずだ。はあ、あ、こんなところに。ちゃう。ちゃう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 。えいや。あったわー。どれどれ、スタンプ集まったね。では新しいスタンプをどうぞ。やったー。これで君もキャンプファイヤーに参加できるよ。キャンプファイヤーのイベントに来たい。レッツゴー。素晴らしい。レッツゴー。そこにいたのね。あなたの冒険のことをみんなに話そうとしてたのよ。でもあなたがここにいるなら自分の口から話したらどうかしら。私たちのゲームをプレイしていただきありがとうございました。バストのコンテンツアップグレードは私たちからのプレゼントでした。トエムは本作に、関わる全ての人たちの愛の結晶を、トエムがこれほど多くに評価されると私たち誰も夢見ていませんでした。次のゲームの作成を始めるのが待ち遠しいです。皆様に心から感謝します。ハグ、あのラブ、トエム開発チーム、全てのスタッフより。はい。ってことで、いかがだったでしょうか。トーエム、お写真を撮りながら、物語を進めていくっていうゲームでございました。一応私はね、全部終わらせてはないんですけれども、まあまあ他の追加の、まあ、やり込み要素はね、皆様もおのおのやっていただければなと思います。私もね、これね、可愛いなと思ってるから、機会があったら、スイッチ版購入しようかなと思っております。子供もやりやすそうだし、そう子供がやりやすそうなゲームだからとてもいいなと思っておりますので、機会があったら買おうかなと思っております。今回はね、Xbox ゲームパスで遊ばせていただきましたけれども、はい、ということでね、また別の作品でお会いできたらなと思っております。